おはようございます。今朝の5時半です。昨日よ降った雨が、すごい。ちょっと写真撮りに行こうかな。綺麗ですね。今日はメンチカツです。いやー、いいキャンプ場でしたね。1日240円で2日で480円、ね、シャワーも使えて、あとトイレがオシュレットがついてました。ちょっとポイントが高かったですね。天気が良ければね、良かったんですけど、もうこればっかりはしゃあないですね。今回は1日1回は雨に遭ってますね。ちょっと次はですね、このキャンプ場に来る途中に潜水艦が見れるところがあったんですけど、昨日素通りしとるんで、今からちょっと行ってみたいと思います。あ、舞鶴もあったですね。何やろあれ、後ろが開いとんすね、今の船って。あれ、あ、人がおる。はあ、今広島の大竹市にいます。ずっと雨止まないですね。今ちょっと小雨ですけど、今日はこんな感じかな。岩国市の雨の錦帯橋ですね。錦帯橋です。素通りします。ごめんなさいね。雨に打たれてたらなんか寒くなってきました。しかし、トンネルがあったけー、あー、もうすぐそこに出る。雨やんでないかいな。どうかな。雨ですね。
く来た。あー、あったけ。ちょっと晴れ間が見えてきました。知人から連絡があって福岡の方は晴れてるということなんで、このまま天気が回復したらいいですね。天気天気、はーい、本州さよなら、また来るね。ただいま、福岡ただいま。長かった。いや、今回のツーリングよう走りました。ちょうど1週間ですね。家に着いたら多分距離は3000キロぐらいになると思います。しかしよく雨にあったツーリングでした。まあ、梅雨なんでしょうがないですね。またですね、この頼りになるカブちゃんと知らない街を走り回りたいと思います。今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。